イカダ橋から見た宮川と中橋新通川の河川敷に建設された富山空港神通川は岐阜県及び富山県を流れる一級河川で神通川水系の本流上流川の岐阜県内では支流である高原川との合流点より上流を宮川と称する岐阜県高山市の川上学に源を発し飛騨高地の中を北に流れる 富山県境付近の上通京あたりで高原川を合わせ、富山市笹津付近で富山平野に出る。平野部では直線的に北流し、富山湾に注ぐ。上、中流部は急流で、支流の高原川の水源地域が田内帯であるため、昔から水害の生じやすい川として知られている。川口周辺は富山県指定の 神通川川口長寿保護区として、長寿保護区に指定されている。富山県の七大河川の一つ、神通川下流に位置する富山市の年光水量は約2200ミ、mm、リメートルで、左岸に位置する同市八尾町では約2500ミ、mm、リメートルである。いずれも、夏季の気温が高く冬季の雨量が多い日本海、川気候となっている。 上流部は高い山々に囲まれた盆地地域で、夏季に雨が多く気温が比較的低い内陸性気候であり、上流部の高山観測所における年光水量は約1700ミ、mm、リメートルである。高原川沿いには、上岡鉱山という大規模な縁、鉛、銀鉱山が所在し、日田市上岡町の小盆地に大規模な鉱山町を形成していた。 その採掘の歴史は奈良時代にまで遡るが2001年6月に鉱石の採掘を中止した。長宗川の長宗炎山は寛永3年に山市である大山佐平寺が発見したもので流域に鉱山町を形成したが昭和10年には廃村となった。また、伊予谷峠では銀山が所在した。上流部の樹木としては水ならや舟、栗などが多く、 その中に赤松が混じる。植物では絶滅器具藍類のシャジ軸モや純絶滅器具種であるミクリ岐阜県の純絶滅器具である姫座前奏、長寺ギクなどが確認されている。下流では、猿奇州に鶴ヨシが多く、河原母子の群落や、秋組群落、猫屋並群落などが見られる。高水式は、格乱が少なく安定し、すすきが多く、 落葉公葉樹林であるエノキやヌルで、赤目ガシは、常緑新葉樹林の赤松の群落が多い。最下流には河原ヨモギや河原母子の群落があり、高水時期には、オギやカナムグラ、ヨモギ、クズ、アズマハネザサの群落がある。このあたりでは、ススキより、幾多植物の聖高泡立ち層が優勢となる。上流部では、鳥類では、サギ類、カモ類、チドリ類、 川ガラス、カワセミ、ヤマセミの他に絶滅危惧通類であるオタカヤ、サンショウクイ、環境省指定の純絶滅危惧の中サギ、ハチクマ、ハイタカが確認されている。哺乳類では、ニホンザル、ツキノワグマ、タヌキ、アナグマの他に国指定特別天然記念物の、ニホンカモシカが確認されている。上流部の魚類では、アユ、ウグイ、オイカワ、カワムツ、アブラハヤ、 岩名、ニジマス、川吉登リ等の他に、絶滅危惧通類に指定される赤座や砂や爪が生息する。下流部には、瀬戸淵が形成され、鮎、サクラマス、赤座、砂や爪などの希少な魚類が生息する。湾ドには、フナや鯉が生息するが、外来生物のブルーギルも繁殖を続けている。神通川流域は、富山、岐阜両県にまたがり、富山市、南都市。 岐阜県の高山市、東の4市からなる。流域の土地利用は、産地が約87%、水田、畑地が約9%、宅地等が約4%となっている。流域人口は37万7千人で、支線数は105であった。下流の富山平野区間では、排水河川の役割もしており、右岸には、上岸寺川線上地に押し出されるように、 神通川に交流した小河川が複数ある。また、第一支流の井田川と、その第二支流のくぶす川は両県にまたがる大河川である。神通川という名前の由来については大まかに二つの説がある。一方、岐阜県内の宮川という名前はこの川の源流付近に、飛騨国の一宮である水無神社があることに由来する。万葉集に、うりひか 宇佐川の名があり、神通川の古名と見られている。鮭やマスが素上する川としても知られていた。平安時代の演技式には、都への献上品として神通川の鮭の慣れ寿司が登場する。後に、神通川から採れる桜マスを使ったマス寿司は、富山の名物となった。桜マスの漁獲量は激減したが、 神通川に近い市街地には増寿司を製造する店が多く存在する。1918年、大沢の町から川口までの約20キロメートルの川幅を広げ、両岸の護岸を統一的に見直す改修事業が開始され、予算や工期を見直すとして、1938年3月に完了した。かつての神通川は、富山の町の中を東に大きく蛇行し、 河口が現在より西側に位置していた。戦国時代には、神通川のすぐ脇に、富山城が築城され天然の堀として利用された。この際、笹成政によって洪水による流路変更を利用して、富山城の北側に流れるよう流路を付け替えている。しかし、蛇行部分で、たびたび水害が発生していたため、明治時代に蛇行部分を短絡する分流路を作り、 一定量を超える洪水は新たに作った分流路に流れるようにした。しかし、洪水の度に派生越線の方が本流のようになり、本来の本流には水が流れないようになってきたため、派生越線の方を本流とした。派生越線工事後の旧側については、水の流れを締め切り、水が流れなくなった部分には1930年から。 建設が始まった富安運河から出た大量の土砂で埋め立て川幅を狭め、旧来の本流は松川と名を改めた。埋め立て地となった廃川時期には1936年には町名が設定がなされ、日満産業大博覧会の会場となるなど、区画整理と土地利用が徐々に進み、県庁、市役所などの施設が建設されていった。川口部分については、 1928年3月に東岩瀬港と分離され、現在の流路が確定した。この事業では他にも、八尾町の中人通と西人通の和獣包みも整備された。高度成長期、主に大正時代から昭和40年代にかけて人通川流域で遺体遺体病が問題化した。これは岐阜県の上岡鉱山から出された、 排液中のカドミウムを原因とする公害病であった。ビタミン D 不足説とカドミウム原因説に意見が分かれたが、府中町にある萩野病院の院長である萩野昇が神頭川流域のカドミウムが原因だと突き止めた。新田次郎に痛い痛い病を扱った神頭川という小説がある。上岸寺川と人頭側をつなぐいたちは富山に住んでいたことがある作家。 宮本明の小説、蛍川の舞台となっている。笹津橋と新笹津橋、有沢橋と山大橋、神津大橋。ありがとうございます。